時価転算1日店長って書いてある。やってきました。果たしてお客はそもそもいるのでしょうか。どんな感じなのか見ていきたいと思います。意外と傘が置いてある。いるのか。来たよ。こんにちは。だからさ、運営は別にいきなり飲みませんかじゃないでしょ。今ちょうど3人飲もうってなってたね。お、そうなんですね、クライナーを。あ、思ったほど人がいなくて、心が折れそうです。ちょっと、なんて言えばいい。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。どうだったんですか今日は。え、なんで化粧してんのそれ。まあまあちょっと肌荒れがすごいんで。どうだったんですかお客さんの入りは。まあ、思ったより入らなかったです。え、どれぐらいいるんですか時間的に。僕最初からいます。最初からいるんですか。僕最初からいます。あ、もう2人は最初からいて、はい、ずっと人来ないなって止まってました。いつ来るんだろう。途中どれぐらい入ってきました。いや入ってきてないです。え、お二人の方が最初からずっといて、はいはい、もうで今さっき一人増えて。あ、そうですね、一人で。お店の常連です。あ、で別に藤川さんのこと知ってるわけではなく、ただお店の常連さんが入ってきたということですね。はい、はい、そうです。なるほど。座っちゃったよ、もう。ちょっと座ったら入らないで、カメラに。そういうことなんですね。視聴者が、だってそもそもあなたを見ている人、お酒飲めない年齢の人たちでしょ。ほとんど。そうそうそう、ほとんどそうでしょ。どうしてオファーを。あ、なんか、お客さんからの推薦で。あ、推薦。藤川さんって人がいるんで、はい、声かけてくださいって言われて、それで DM を送ったって感じです。一体どんな好き者が推薦で、推薦した人はやってきてるってことですよね、当然。なぜ推薦したんですか。いや、私藤川さんが昔からの知り合いで。知り合いなんですか。2年くらい前にやって。実質ファン僕だけなんですよ。昨日スパチャ2回して27ローしてるエグザマと言いますけど、あ、はい、彼と2年前に会って。あ、2年前に会ってるんですよ。でそれで彼のこと、まあ、売れてるんで推薦して。なるほど。どうでしたか推薦した結果。いやーね、まあ、もう、まあもうちょっとこう来て欲しかったけど、まあまあまあいいんじゃないですかね。なるほど。で、本物の常連さんですね。ただそうなんです。フラッと来たらいたっていう。なんか3連休暇だったなって飲みましょうよって言ったら来てくれて。もう、なるほど。どうですか昨日ベイスターズが優勝して。ああ、はい、はい、めっちゃ幸せでした。めっちゃ幸せでした。なるほど。本日はじゃあ後でじゃあ売り上げを発表していただければいいんじゃないかと思うんですけど。藤川オフ会アンチ禁止って書いてありますね。アンチ来ないでしょう。1時間制4000円で YouTube 目の字がすごいね。 X。 あ、メンバーシップ入ってらっしゃるんですか。入ってないです。入ってない。カレー1200円。チェキ出たんですか。ゼロですね。ファンなんですよね、でも。キャストドリンク、これ7000円みたいに見えるんですけど、これ。1000じゃギリ7000円でぼったくれる感じで。7000円だとボトルとか開けない。で、今のところ、ドリンクはどれぐらいいただきましたか。 3? 3ですね。3です。あ、何飲んだんですか。 4。じゃあ、てんちゃん自体は何を飲んだんですか。グレープフルーツジュース、おハイボール、クライアンサー。クライアンサー。なるほど。こんなところにこれ観覧車ありますよ。テキラ観覧車。あら。この準備もしてたんですね。テキーラとか飲めんの。まあ、はい。飲もうと思います。飲もうと思う。なるほどね。こんなのもあるんですか。え、なんですかこれ。これなんか、コストとかに置いてあるやつで。何これ。観覧車の場合、そっとグラスを入れられる。そんなのがあるんですね。どうしますこれがサムネだったら。サムネ。ボトルっていうのが、これはシャンパンってことですか。シャンパンとかスパークリングワイン。店さん何が飲みたいですか。本当ですか。でも昨日のスパチャそんな来なかったからね、結局ね。いや、あれ本当はスパチャ代全部その飲み物に行って持ってたけど、
あんまなかったから、うん、もうちょっと出すかだから、うん、これぐらいじゃあんまできねえなと思って。じゃあカフェドパリはいけるもんね、これぐらいだったら。カフェドパリをあげてください。ありがとうございます皆さんで飲んでください。パリのカフェってどんな飲み物なの？ストロベリー、ストロベリー、グレープフルーツ、レモン。どんな飲み物？何がいいですか？テンさんが好きなの選んでください。ちょっと店の宣伝用にもちょっと開封の動画を。あ、そんな感じなんですね。へえ、はい、いい。店長頑張って開けてください。森哲さんからいただきました、ありがとうございますみたいな感じで。あ、はい、森哲さんから、何でしょうこれ。カフェバー、あ、カフェのバリいただきました。感謝の気持ち。お礼を言わないのか。ありがとうございます。ネジをひねる感じで。ネジをひねる感じ。怖いよ、怖って俺の方に近づけないで。やっぱりなんか言うんですか、かけ割りさん。あの332211とかじゃ。332211。どうですか今の気持ちは。ありがとうございます皆さんもお好きに飲んでください、はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。本日初のボトルです。よかったですね。 ありがとうございます。グラスをどうですか。これは皆さんで飲ますか。ああ、皆さんに、はい、乾杯って。ほら温度取らなきゃ。 ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯って英語でなんて言うんですか。わかんない。甘い。あ、すごい甘い香りがする。おしゃれスパークリングですから。いや、甘い。ああ、バラムザップもありますけどね。うん、でも、やったけ、一般的にまあ、チアーズが多いですね、やっぱりね、アメリカでは。ほら、てんちゃんもバーッと飲み干して、もういけるじゃない、いつもな、本当は。ありがとうございます。じゃあ、ここでアルファベット、はい、A から。あ、言うのさ、昨日の動画ですか。これアルファベットね、できるってとこ見せてやってくださいよ、もう。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ。 また言えなかったよ。あ、VWXYZ か。そうですね、最初からちゃんと、はい、もう全部 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ。 やっと言えました、はい、ということで。いやー、昨日何回やっても言えなかったから、もう大変だったよ本当に。あれということで、はい、でも化粧してるからすげえな感じした。果たして帰りの高速バス代は手に入れられるのか。いや、でももう払ってあります。え別にそういう意味じゃないよ。そういう意味じゃない。何時のバスで帰るの？12時。あ、そんな遅いんだ。はい。どこ発の？横浜です。え、横浜にまずどうやって行くの？こっから。で電車、東急東横線とか。はい、そう、見てください。あ、タランチュラ、すげえ。うわ、ブルーハワイみたいじゃん。ストラス系の味すごい。ああ、なんかきつそう。まあ、ベイスターズということで会うな。はい、デンちゃんが酒をねだってきたので、はい、ちょっと後悔してます。後悔。いや、なんかもう最後アルコール 35% っすよ。まあ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 と言いました。すごい、大したことないと。うまい。はい、どうぞ感想。まだ素敵なこと。感想。なんか歯磨き粉みたいな味。ということで、じゃあ本日の売り上げをチェックしましょう。お客さん何人で、いくらなったのかを。店さん終わりましたけど、はい、で結局お客さんは何人いらっしゃったんですか？4名。4名。うち1人はお店の常連です。
うち2人はお店の常連ということで、じゃあ2名お客さんが来たということで2名のお客さんが来たということで、素晴らしいファンの方が2名もいらっしゃったということで、で、はい、まあ、僕はね最後に、はい、あ、まあ、皆さんからもらったスパチャは全額以上使いました、ね、まあ、2万来てたんでスパチャが、で、まあ、Google が3割持ってって、 Apple がまたさらに持ってくんで、だいたいまだ1万2000円ぐらいが多分入ってた、2、3000円が入ってるかなっていう感じだったんで、まあ、ただ最後値段ってだったんでちょっと足して1万5000円ぐらいですね、はい、すいません、はい、まあ、タクシー入れればもう全然2万円は超えてるんですが、まあ、では結果はちょっとね、売り上げどうだったのか聞いてみたいと思います。売り上げはどんな感じだったんですか？47,200円。おー、比べるものが何もないので分かんないですか。じゃあ電気代も払えるということですか？1ヶ月分は払えるということですね、はい、まあ本当僕はね、借金を徴収に来てもよかったんですけども、こうやってもらってね、こう手渡しされたのこうやってやる、なんかほら金融屋みたいなさ、なんかこうやってやってもよかったんですが、まあそれは難しいということで、はい、そしてじゃあ帰りのなんか夜行バスの行き帰りでマイナスですとかじゃないですよね？まあないです。あ、よかったですね、それはそれで、はい、来ていただいた皆さんに感謝して、ね、5時からやって5時から来てくださった、ね、方もいらっしゃるし、まあ、ただ5時から来てくださった方はてんちゃんにここを紹介した方でございますので、ということで実質1名ということですね、いらっしゃった方は2名にしまえたよ紹介した方と、ね、本当に来た方はまた別でございますの で、 です、ね、はいはい、ありがとうございました、はい、Thank you for watching。 ちょっと絶望？いや、かなりかなりはい、ということです。勉強しろ、はい、金欠だからやろうと決断したファンがいると勘違いするんじゃない？いや、アンチ禁止って書いてあったけど、いやいやいや、アンチに支えられてるんだよそこを忘れちゃいけないよ、アンチの人にもっと感謝し、結局何ですか、遠隔のね、シャンパン10万出しますよって言ってた人毎回来なかったですね、結局冷やかしだったのか分かんないですけどね、はい、ということでございました、ということで、はい。